35時ではないんですけども、まあ、38時ぐらいですかね。よろしくお願いします。今日もフォットナ、だいぶしばらくはフォットナでいこうかな。よし、どうもこんにちは。今日も今日とてフォットナの前にちょっと時空を超えた分の三千体を消化っておかしいけど、まあね、やらないといけないので、先にまあフォットナのためのウォーミングアップを行います。まあ動画をねちょっと見てきてどうなんだろうな。なんか忍者とかってちょっとやっぱり分かってくるようになると、あんまお手本には適してなかったのかもしれない。あの人数段、結構数段上の、数段上っていうか、なんか多分余分なことを結構してるよね。お、噂にスラスさん100社ありがとうございます。時空をまた歪み散らかしてるんですけども、彼はね多分2、3段階ぐらい上をね目指してる。すごいね。多分、まあ、なんか、まあ、ショットガンのね、多分打ち方とかがね、まだ違うのかな。ちゃんとこう、なんだろうな、距離感みたいなのがあって、そこに向かってジャンプしてって、綺麗に当てるみたいな。そういったところからね、まだまだまだ全然、やっぱり、差が当たり前なんだけど、うん、ものすごくね、覚えなくちゃいけないことはあるのかなっていう感じでした。勝ったら忍者じゃん。まあそうっすね。今日も一勝はしたいな、少なくとも一日一勝はしたいね。最低でも最低ラインだね。できればいいなって思って。本当だ、 FPP 追加されんの今せっかくやって覚えてるのに、この段階で。嘘でしょ。マジか。逆にいいのかな、逆にこれからやるからいいのかな。マジで。このタイミングで嘘でしょ。ええ。ちょっと衝撃的なんですけど。何時からホットな、まあ、これ3000体終わってからですね。グリーンさん、13ヶ月目のサブスクライブ月がありがとうございます。これからもよろしくお願いします。これ終わってからです。だから多分あと1時間後ぐらいかな。まあ皆さんの質問とか、なんかね、こう、いろいろ答えながら、ボット打ちして、1時間後に、また、フォットナをやるのかなと。あとね、フォットナ、おととい10時間やったけど、結構ね、肩がね、痛くなったね。俺びっくりした。腱鞘炎になるかと思って。割と、キーボードの操作量が半端ないからさ、あのゲーム。すごい、なんかこう、なんだろう。タイピング検定みたいな感じの速さで打たなくちゃいけないから、すごいね、肩がね、肩への負担がすごかった。びっくりした。これで下ね、わざわざ見切ってるんですよ。あの、フォットナの建築物資が見えないって言われたから、ちょっと見切れさせてるようにしてます。まあでも FPP 版のフォットナちょっと気になるね。どうなるんだろう。全然想像できないけど。あれでも、FPP にする意味あるか、ゲーム性的に考えて。FPP にしたらもっと攻めが強くなるから、なんかこの逆になんかもっと漁夫ゲーみたいな感じになりそうだけど、大丈夫なのかな。俺 TPP であのゲームはバランスいいと思うけどな。まあどうせ日本だと TPP しか流行んないだろうし、まあいいんじゃないかな。どのゲームもおそば団めっちゃ多いね。そう、おそば団めっちゃ多いんですよ。F で縦壁出して、Q で階段出して、T で平行の壁を出して、で、V で屋根をつけるみたいな感じだから、それをどん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 何段も積み重ねていくからね、すごい大変だよ。FF、FF99 みたいな感じで作っていくからね。うん、あとは、あれか、FFFF、木材変えて Q、FFFF 木材変えて Q、FF 木材変えて Q っていうので、タワーができる。
まあ、この1エンドでの動作をね、覚えていかにすぐに引き出せるかだよ。武士変えながらやるのが大変なんだよな。右クリック、右クリック、右クリックって、物資を変えて、こう、階段だけ木にして、周りを鉄にして、みたいな。で、ガン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 立てていく。あ、でも、速さが結構重視のゲームだから、どうなんだろうな。どっちがいいのかわからない。一つの物資で作れるなら、作れた方がいいと思うけど。あんま節約して、余分な動作2個入るわけだから、それでスピード損なって、高さ負けたら意味ないからな。っていう考えもあるよね。なかなか難しい。結構ね、駆け引きがね、熱いんだよね。自分がレンガのブロックを持っていた場合、普段のその F で縦壁を立ててから、Q ボタンで階段を作るっていう、まあ、二層構造の階段を作るのか、まあ、レンガだったら耐久力高いからそのまま一層構造のそのまま斜めに伸ばす階段を作って上から勝負するとか、その場の一瞬の判断がね、めちゃめちゃ熱いゲームではある。うん。それはね、すごく面白い。まあ、あと弾をどれだけ防ぎきれるかだよね。自分がフォーカス浴びだと思ったら F 押して、どれだけ逃げれるか。まあ、鉄壁とかだと本当にかなり耐えれるから、その間に、なんだろう、体勢整えられるしね。山田きれいなソロさん100チャーありがとうございます。今やツイッチの顔といっても過言ではないデトネーターチーム。大会当日はストリーマー部門所属の石油王こと山田氏が解説者として出演されます。FPS 熟練者視点からの切り切れな解説を行います。まあ、まあ、PUBG はまあ TPS だけど、まあ、そうですね。ありがとうございます。多分それはあれですね、サイコムさんのイベントかな。まあちょっと、出てよみたいな感じだったんで、ちょっと行ってみます。まあ、普通のゲームの、普通の PUBG の大会じゃないんですけどね。なんかバリアの速度が2倍ぐらいになってて、で、なんかカバンがないルールみたいな。結構特殊なルールの中でやるゲームみたいですね。はい。そんな感じ。まあ、なので、よろしくお願いします。まあ、よろしければぜひともって感じですかね。なんかすごいね、特殊なルールすぎて、逆に面白いと思う。カバンなしでな、だって、バリア2倍は、かなり面白いルールだよね。誰が勝つかわからなそう。まあ、多分、本当に PUBG の、まあよく言われてる、運っていう部分が、すごいより強くこう、なんだろう、プッシュされてて、さらに、まあ、カバンもないわけだから、もう弾薬もあまり持てないわけでしょ。戦えないよね、もう。どうすんだ。全く興味がない、まあ、全く興味がない方は見なくていいんですよ。そう、興味がない方はいいんですよ。アルファリーグを見てればいいんですよ。わかんない、まあ、アルファリーグすら興味がないのかもしれない。俺に興味がない人はもう見なくていいですよ。見る必要ない。他の有名な配信者も見てください。僕みたいな仮想配信者じゃなくて。PUBG の実況解説リハビリ練習という名目のサブカスタムの主体になってあります。あー、いいのかな、同じ大会ルールで勝手にさ、パクってカスタムしてさ、いいのかな。ちょっと、確認してみます。はい。ちょっとな、わかんないですけど。なんか、まあ、PUBG ね。まあ、PUBG でも、なんだろう、これね、絶対、今このタイミングで言うと、語弊が生じるんだけど、俺はあえて言うよ。あんまり PUBG に今、関わらないっていうか、まあ、関わらないっていうのはおかしいけど、PUBG は控えめで行きたい。うん。これが一番いい言い方かな。PUBG はちょっと控えめで行きたいかなと思って。うん。控えめ王子さんですわ。まあ、もろもろね、あるからね。うん。俺はもろもろの理由を含めて、ちょっと、PUBG と関わる頻度は下げようかなと思ってる。まあ、割と生きるか死ぬかの、こうね、分水嶺みたいなとこあると思うから、まあ、まあね、
まあ、死んだらね、まあ、死んだっていうか、配信として死んだらまあそこまでです。そこまで、そこまで。e スポーツおじさんとしてね、照明の器具をこう押したり消したりする仕事として、仕事をして生きていきますよ、これから。五兵警察と五兵警察に捕まるからね。だから早く3000体打って、俺はホットランやりたいんですよ、昨日。昨日我慢しながら、税務処理をしてたんですよ。早くホットなやりたいなって思いながら税務処理してた。そしたらもうでもダメだった。昨日ダメだった。没頭する気力すらなかった。まだ532体だ。まだホットなが待っている。いや、ナンバーワンにもなるし、オンリーワンにもなりたいですね、正直。ナンバーワンもオンリーワンもなりたい。そうじゃないとダメだろうし。感情奉行。出た、感情奉行。感情奉行を使うほどではないんだけど、どっちかっていうと大変なのは、各会社に、なんだろう、こう、請求することなんですよ。ね、その税理関係のさ、数値を。処理することじゃなくて、あれが大変なの。請求することが大変なの。資料ないとか。そもそもね。そもそも資料はないとかさ。全然そんな事態があるから。お任せあれってならないんです、勘定奉行。勘定奉行もシュンってしてるよ、本当に。悲しい顔してこっち見てる。公認会計士使えよ。そこまでの規模でもないからね、別に。公認会計士を使わなきゃいけない規模って、もう個人じゃないでしょ、完全に。あ、ごめん、これ、ね、話がちょっと飛んでるんですけど、個人の収入の部分の話なんですよ。ごめんなさい。多分なんか何かを勘違いされた気がするけど。銀行で一発。銀行で一発だったらね、どんだけ楽な話だったかね、って話ですよ。な、銀行で僕も一発でやりたいっすよ。はい、税金終わりみたいな。はい、税振り込んだ終了みたいな感じでやりてっす。僕だってそうありてっすよ。いや、なんかそんな簡単にはできてなかった。そうだね、税理士さんにお願いするのは一番いいかもしれないですね。でもその税理士さんにお願いするのにも、資料を集めないといけないんです。で、資料が結構こう、なんだろうな、我々なんか難しいじゃないですか。難しいんですよ、結構。まず海外からね、ツイッチさんから来てるわけだから、さらにね、難しくなるわけで、いろいろね、大変なんです。税理士さんはいます、そういうこと。ナンバーワンになればオンリーワンになれ、オンリーワンになったらナンバーワンになれ、どっちもそうじゃない。だって結局オンリーワンになったらその区画ではナンバーワンじゃん。ナンバーワンになったらもうオンリーワンじゃんね。そういうなんか数学の証明みたいな。大丈夫ですよ、先生は、ね、いるから大丈夫。話をね、もう何回も聞いてきてるし、大丈夫、大丈夫です。ありがとうございます。誠に感謝いたします。まあ、多分そのあたり、そのあたりがね、結構、そうですね。すごく大変な気がする。やばい。あ、大丈夫か。びっくりした。Wi-Fi になってないのかと思った。いや、治安ももちろんあれですよ。会社通してるんで、普通の収入ですよ。それは会社からの。だから、手数料があれじゃないですか。さっ引かれてるじゃないですか。だから、それは Twitch さんからの収入なんで、普通に収入になるんじゃないですかね。なるんじゃないですかね。ってか、なりますね。はい。収入です。ツイッチさんからの配信に対する、まあ、利益収入です、はい。まあ、だから手数料ねちゃんとね取ってね、会社を通してくれてるんですね。ありがたい、ありがたい。
先生は SF2 日本一の時のメンバーでしたか？はい、そうですね。日本一の時のメンバーでしたね。日本一の時のメンバーっておかしいけど、まあ俺が作ったチームが日本一になったって感じかな。俺が作ったって言っていいのかわかんないけど、まあ俺が作ったうちの一人では間違いない。そもそもチーム名を作ったのは俺だしな。AX5 スターズっていうチームがあるんだけど、日本一になった。このチーム名を作ったのは僕です。賞金100万だったっけかな、当時からしたら高かった。でも逆に今ないよな、100万の大会。あれ、当時って言ったけど、今100万の大会ないよな。100万だっけ、200万か。あれ、200万だったっけ。あ、そう、200万だわ。まあね、100万か200万だった気がする。どっちか忘れた。SF の大会な、何万だったっけな。まあいいや。まあ、とりあえず勝ちまして。割とヤマトさんって大物ような。まあ、わかんないです。誰と比べてなのかは知らないですけど。どうなんですか。割とね。割とっすよ、割と。そこら辺に歩いているスーツ着たおじさんよりはちょっと下ぐらいの大物です。なんか今日は、なんかいつも 見ない方が結構たくさんいて、ちょっとドキドキしますね。まあ早いとこ3000体終わらしたいな。今、機関性の武器しかもらえないちっちゃい大会ばっかり。ああ、そうなんですね。へえ、悲しいね。まあ、最初の大会が一番賞金多かったからな、あのゲーム。不思議なことに。100万か200万いきなり出しますってなって、めっちゃ広告打って、それで終わったからな。だからやめちゃったわ。もう大会の賞金が次はなんか、みたいな感じだったから、もういっか、みたいな。じゃあ社会人やりまーすって言って、社会人の波に消えてった。まあその後クロスファイヤーもやってたんですけどね、ちょいちょいね。クロスファイヤー。SF2 の大会優勝した後の大会で、そうクロスファイアで優勝したんだよ。意外と賞金稼いでるよな。まあ、やってた時代が時代だから、そんなに額は多くなさそうだけど。でも、法律ね。そうですか。なるほど。早くホットナインやりてえわ。もう我慢できねえっす。我慢できないよ。ホットナインをプレイしたい。ああ。このボット打ちすらね、サボりたくなってくる怖さよ。ホットナインの魔力です。もうこれワンボタンで、あと一気に全員倒したいなと思ってるもんよ、これ。4000キルぐらい。でも3000体撃ったことにしたい。因果関係が逆転する。まあでもこのエイム練習でね、多分きっとフォットナのエイムも良くなると思うんで、まあ、そこに期待しつつボット打ちしていきたいですね。蓄ゲー溜まってきてるからな、もう蓄上ゲージ。何それ、そんなのあんの？ボットキル。ボットキルでも入んないんじゃないですか、キルに。多分やっても。ボットキルってボットが倒れるだけだよね、多分。ボットが自殺点になるだけだと思っている。俺のキル数には入らなそう。入らないよね、多分。やっぱりやってあれでしょう、数字が乱れてまた一からやり直しになるでしょう。終わった後やるか。まあ、しばしお待ちください。高速ボット打ちするんで。まあ、今日も10時間で、ね、ホットナやるんで。明日も多分10時間できるかな。いや、明日はあれか。明日はあの日か。明日もでもやりてえな、ホットナで。明日はホットナやりたいんだよな。くそ、どうするか。悩んじまうぜ。
3000体、3000体多くないですよ。GO のトッププロが3000体打つんですよ、ボット打ち。大体ね。まあ、彼らはその後 DM に行って練習が始まるんですけど。まあ、だから多くはないですよ、全然。3000があれじゃない？一番いいんじゃない？適量じゃないですか。まあ俺盛り上がるからフォットナやってるわけじゃないんだけどね。正直。今盛り上がってるからやってるわけじゃないですよ。そんな。結構ミーハーな考えではやってないですよ。うん。これで盛り下がったらじゃあパブ G 帰るわっていう感じではやってないですね。お、どうも、配信待ってました。感謝します。いえいえ、こちらこそ。台湾でヤマトンボット打ちニュースになっ、なんだ、なって。よくわかんない。どういうこと？ボット打ちニュースになって。なってほしいみたいな。向こうとか GO とか流行ってないから、何のゲームでやったんだ、やってんだこれってなりそう。意味がわからない。何言ってんだ。なんか今日面白い人多いね。どうしたんだろう。今日ってなんか特別な日だっけ。なんか何もないよね別に。普通の日だよね、うん、今日面白い人が多いな。らしいね。フォットナイフ PP モードを開発中みたいだね。さっき誰かが言ってたわ。でも、どうなの？あのバランスで俺すごいちょうどいいと思うんだけどな。ホットナこそ。ホットナこそ TPP いるか？ TPP じゃない FPP。FPP だとでも楽しいのかな？ FPP でやったら。より。結構別に街になんないじゃん、そもそも。いくらでも打開できる方法があるからさ。そういうことじゃないのかな？やっぱ。NA の人って、もう自分のキャラクターの姿が見えてるだけで気持ち悪くなってくるみたいな感じなのかな？発狂しちゃうみたいな。なるほどね。なるほどないけど、どういうことだ。意味がわからん。まあ確かに。でも日本じゃ絶対流行らないでしょ、もう FPP の時点で。だから俺は結局 TPP やると思うけど、ホットナにおいても。海外は FPP に流れんのかな。それでもいいのかもしれんけど。でもそれどうなの。なんかそこを分けない方がいいと思うんだけどな。結局そんな需要多いの FPP の。分かんねえ、俺には分かんねえ。海外 FPP じゃないとダメなのか。あの手のゲームでも FPP じゃないとダメってよくわかんないよな。あんなキャラクター性の強いゲームを出しといて。配信今から始まりですか。そうですね、今から10時間ぐらいホットナインやりますよ。これは今からスタートです。今雑草狩りしてるわ、エイム練習しながら。10時間も配信するから、まあ、10時間ホットなやるって感じかな。まあ、とりあえず1日10時間ぐらいはやりたいかな、ホットな。うまくなりたい。まあ、イベントとかもあるから、これ俺毎日はできないからさ、ゲームを。イベント打ち合わせって続いてると、気づけば週3ぐらいしかやってない日、やってない週とかあるから、まあ、その貯金をね、今のうちに作っておかないといけない。海外勢、うん、
そうですか。わかんないけど。まあ、海外は TPS 流行ってないんです、そもそもね。まあ、可視化っていうかまあね。なんか多分、そうやっていくよってことを言わないと、おわんってなるから、言った方がいいのかなって思って、全部言ってるわ。野心っていうか、まあ、野心なのかわかんないですけどね。野心って言えるほどのものなんですかね。まあ、野心っていうより、まあ、どうにかしないと、まあ、終わるだろうなっていう感じだから。野心でもないけど、野心のレベルですらないけど。そうっすか。まあ、忍者とか肘もそうだし、パブ G もそうだけど、TPS の世界チャンピオンだけどな、どっちも。まあ。まあまあ。まあね。まあ目標は持ってるよね。やりたいことはあるし、なかなかこの配信の世界ってのは掴みきれないっすわ。まだね。まだあっさあさだから、全然掴みきれない。スポンサーの意向で FPP か TPP 決めるんですか？結構ね、スポンサーさんはね、そんなところに多分口を出してこないと、どこの国の組織も。タイトルこれをやれっていうふうにはならない。大体ゲームタイトルっていうのは、まあその、あれだよね、多分、開発したメーカーが、これをやってほしいってお願いしてたりってのはあると思うけど、バタリオンとかさ、露骨にそうだと思うんだけど、まあ、露骨っていうかまだ隠してもいないけど、それかまあ自分のチームがこれに乗ったら大きくなれるっていう理由で やるかどっちかだと思うんだよね。まあそうですね。まあ努力も、まあそこが楽しいんじゃないの？多分、経営シミュレーションとかそうじゃん。一番最初のさ、なんかこう、何やってもダメだっていうところが楽しいと思うんだよね。これ多分経営シミュレーションゲーム結構やってる人はわかると思うんだけど、バーガーバーガーとかさ、ノブヤボとかさ、最初のこのどうしようもない感、やべえ、なんかもう積んでるな、みたいなのを、どうにかするのを、が一番楽しいんだよ。結果だけなら、そう、じゃんけんでいいこと言いますね。さすが。なるほど。まあそうですね。そうなんだよね。ほったらこの後ですね。ハンバーガーバーガーの最初の資金ショートしたあたりいくつも面白い。まあ資金ショートしたら終わりなんです。もう終わりです。現実とバーガーバーガーの違いは、バーガーバーガーは資金ショートしても、まあまた電源を入れ直せばやれるんですけど、まあ現実は、まあ、資金ショートっていうか、まあ、終わったらもう終わりなんですよ。終わり。本当に終わり。そしたらもう大会のこう照明をつけたり消したりする仕事をするだけですよ。僕は。そんな仕事いただけるかもわからないですけど。あの、はい、大丈夫ですよ。あの、エイスさんですよ。ちょっと、なんか、怖い。はい。まあ、あの、はい。大丈夫ですよ。大丈夫。落ち着いて。まだはエイスさんですよ。はい。まあ、なんでね、そう。だから、そこが一番楽しいところです。僕も楽しんでる。今日もいろいろあったなって言って、楽しんで、その結果を話すのが、ここ。なんだけど、今日は、まあ、昨日の分がね、あるからね。そう、ウォーミングアップとして昨日の分を今やっている。最近なかなかね、こう、配信ができないんですよ。あんまり。
まあもう3月ですから、もうそろそろ。もうね、一つの区切りを迎えるわけですよ、1年が。さまざまな諸々のね、1年の清算をしなくちゃいけないんですよ。そう、罪をね、罪をこう、償う、1年の。まあ罪じゃないけど、まあ、いろいろ清算しないといけないから。だからね、大変なんですよ、この時期はね。みんな忙しいの。忙しい。いや、ログはね、エイスースさんのブランドなんで、エイスースさんで大丈夫ですよ。エイスースさんですよ。うん、エイスースさんのログっていうブランドを、ブランドがゲーミングなんですよ。だからログマスターズっていう大会あるじゃないですか、ゲームの。あれとかが、なんだろう。そのゲームブランドなんですよね、うん。で、一番ゲームブランドとしていいから、ログってタグがついてる。エイスースさんで大丈夫です。ログ単体の単体のいやまあっていうか、まあ、向こうの親和性があるのかっていう話だったよね。いや、エイスさんで会ってますよ。エイスさんと契約して、そのログの宣伝をしてもらいたいって話なんじゃないですか。なんじゃないですかって、なんですよ。うん、だってさ、逆に考えてみてほしい。例えばさ、水野とかがさ、野球選手のスポンサーになるとするじゃん。でさ、じゃあこの水野のちょっとテニスラケットも、ちょっとなんか宣伝してほしいんですよねって言われたらさ、えってなるじゃん。えって嘘でしょ。えって、うん、なるじゃん。それと同じだと思う。ログは世界でもかなり有名だと思うけどな。いろんなとこで多分見ると思いますよ、ログのマーク。見てると思います。ホットラこの後です。もちろん昼ご飯食べましたよ。ログのマークは いろんなとこで見るんじゃない。本当に大会の協賛とかめっちゃしてるでしょ。なるほど。まあまあまあ。配信感謝、ありがとうございます。この後、フォットナ。フォットナイ。100ドンしたら、100ドンっていうか、100回勝ったら、あれだな。ちょっといろいろ動きたいな、フォットナ。フォットナ建築日誌もな。アップしたいし、あの文章体だとな、難しいから。どうすっかな。アミガのエビチリは好きだけど、別に毎食食べてるわけじゃないですよ。ナポリタン、僕ナポリタン好きなんですよ。てか、パスタが好きなんですよ、パスタ。五円盆とか大好きですよ、壁の穴とか。知ってます？皆さん。ぜひとも行きましょう。めっちゃ美味しいです。まあ、知ってるか、五円盆は知ってるよな、壁の穴はともかく。五円盆めっちゃ美味しいんですよ。壁の穴もそうだし。あ、どっちも知ってるか。いや、サイゼで十分なことはないですね。一回食べ比べてみてください。むしろ俺が食べさせてやるよ、本当に。ねじ込んでやろうか。ねじ込むわ。君の口にねじ込んでやるわ、本当に。多分ね、もう二度とそんな言葉はね、口から出ないと思う、多分。うん、本当に。本当に。サイゼリアと、
亀の穴そして五右衛門を比べるというのはあまりにも愚かしいことだよ。それは世界の七大の罪って呼ばれてるぐらい愚かしいことだよ。いや、舐めてないよ。舐めてない。なんで地方にもあるでしょ、壁の穴。あるでしょ。ほんとだよ、パスタにしてやるからな。うん、まあでも、ほんとに、マジで、あれだわ。ほんとに、あのね、壁の穴はおいしい、特に。五右衛門って、和風パスタって呼ばれてるじゃないですか。箸で食べるじゃん、実際に。で、亀の穴は本当に洋風のパスタでめちゃめちゃ美味しい。ね、新宿のね、地下にもあるし、原宿にもあるんですけど、まあ、ぜひともね、まあ、僕が知ってる、僕がよく行ってたのはこの2店なんですけど、まあ、監督にはもちろんたくさんあると思うんで、ね、ぜひとも、最寄りの亀の穴行ってみてください。五右衛門は多分行ったことある人多いと思うんで、すごく美味しいです。行ってみてください。なんかまあ、東京外にあるかは知らないけど、本当に美味しいです。地方は、まあ、東京来た時にでも食べればいいんじゃないかな。なんか東京来た時とか食べればいいんじゃない。なんかまたなんかこう多分あるし。いや、俺ね、あ、そう、俺ね、多分ね、この配信でよく、飯を食わないって言われてるじゃないですか。なんか、人のことロボットだとかなんとか言ってる、ね、人がいるんですよ。まったく。そんな、ロボットみたいなことないのにね、ほんとに。ないのに、ね、そんなこと言ってる人がいるんですよ。信じられないでしょ？で、まあそう思われがちなんですけども、意外と、こう美味しいものを食べるのは嫌いではないんです本当に。ただね、この配信部屋の周りには何もないし、家の周りにも何もないから、普段は美味しいものを食べないだけで、ここぞっていう時にはなんだろう、食べる。ここぞって時には食べるから、うん、本当に。一応廃屋とかですか。本当君失礼なやつやな。ここぞって時には本当に美味しいもの食べますから。そう、馬の肉とかも大好きですし、本当に。いや、マジでね、馬刺し大好きなんですよ。これ冗談抜きで。年越しそばと称してカロリー黒バサイズ。ここぞじゃなくてご飯は毎日食べるんだよ。100チャーありがとうございます。まあ、これでチアをいただいてしまうのもね、すごい心苦しいんですけども、まあでも、そうですね、ここぞっていうか、まあ、なんというか、非常に申し訳ないんですけど、まあ、いやでも、まあ、なんかこう、普段なんかあんまり、やっぱ食べたくないっていうか、なんかまあ、やっぱ食よりも俺の中で、ヒエラルキーがあって、こうやっぱなんだろう、こうまあ食欲があって、睡眠欲があって、まあ、その上にフォートナイトがあるんだよね。今ね、フォートナイト、いや、スキヤワシジロー、スキヤワシジローは、うん、7万とかは行きますけどね。行きますっていうか、何回か行きましたけどね。7万知ってますか？知ってるよね、多分。有名だよね。結構有名な店だよね。あと、有限亭とか。知らないか。アームトゥクさん。RMTK さん、サブスクライブありがとうございます。これからはよろしく、これからもよろしくお願いいたします。
幽玄亭はあれですね、叙々苑のこうワンランク上店ですね。アルムドさん、アルムドさん、そうだよ、叙々苑より上、パンピン受け、パンピン受けじゃないよ幽玄亭は。幽玄亭ワンピー向けじゃないよ。どこの貴族だ、貴様。貴様、どこの貴族だ、マジで。すごいな。あれをパンピー向けと言える、君は一体何者なんだ、王族か。そう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 。スマップのね、いや、言わない方がいいから、まあ、やめよう。ダメだよ。これ言ったらあかんよ。貴族すぎるなぁ。嘘だろ、あそこ庶民向けってやばくねえか。嘘だろ、すげえな、半端ねえわ。うちのリスナー結構怖いよね、マジで。すごいな、金持ちっているんだな。もうダメだわ、俺の知ってる店レベルじゃもうダメだわ多分。一回ね、行ってみて、食った方がいいよ、ほんとに。そう、結構ね、すごい、ブルジョワジーな人も多いんだなと思った。すごいな。まあね、俺はそんなに頻繁に行けるほどじゃないぞ。俺はね、びっくりする。年収1000万超えないと配信見ちゃダメですか。やばいね、1000万超えしか見れない配信。すごいチアとか飛んでそう。なんか多分笑い話一つしただけでチアがこう、なんだろう、500万飛ぶみたいな配信になってそう。でなんかこうツイッチのなんかこうトップページのこう右下とかにある見えないボタンを押してからこう会員の合言葉をね、こうなんだろう、10秒以内に5個いけないと入れないみたいな配信で、そこを見たときになんかこういつもとちょっとなんだろう、バックグラウンドとかも色が違くて、なんかツイッチは紫なんだけどこう真っ黒のこうバックグラウンドになってて、で10こうと500万とかね、そう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 。で、ドンカツとか取ると1億が動くみたいな、その日。その日1億とか2億のチアが動いて、経済が動くんだよね。だこの間の、こう、株価のね、暴落も、やっぱり、最初こう、アナリストがこう、ちょっと、原因がわからないって言ってたんだけど、まあ、それも、やっぱ、あれだったんだよね。その、裏配信者がこう失態を犯したことによって経済が傾いたんだよ。っていう妄想をね、するのが好きです、僕は。そんな妄想をして生きていくのが好き。大体寝る前10分間ぐらいはこういう妄想してるね。こうツイッチの右下にはこうね、隠された配信ページがあるみたいな。そういうのでもいいじゃないですか。ね、なんか最近そういうの見ないよね。フィルムになって。なるほどな。まあそういうことよ。授業が授業中に考えてそう。いやーでもね、俺あのさ、なんだろう、今から10年ぐらい前かな、なんか当時まだ配信とかなくてさ、
こうまとめサイトが本当に出来上がったばっかりの時代にさ、なんかこうどっかの廃屋を探検してみたみたいなさ、あったじゃないですか。そういうのがまとめられてるみたいな。ああいうノリがね、結構ね、好きなんですよ。いつかそういう配信ができたらいいなって思って。で、そのまま消えてなくなるんでしょ。あ、やばっつって配信がオフラインになってそのまま帰ってこないんでしょ。日本ってそういう配信できればいいんだけどなと思ってるんだけど、Wi-Fi のね、あれだね、制限がね、強すぎるんだよな、日本は。そう、廃墟まとめみたいな。そう、だからそう、今言ってるけど、うまいもん好きだから、そう、現地まで行く配信とかもしてみたいんだよね。まあ、中映せるかはもちろん事前にね、許可を取って、交渉して、交渉して、どうか、お願いします、どうかって言って、こう、なんとかね、撮らせてもらうみたいな。謝礼をね、こう、ふっと置いて。深夜回り。だからそう、台湾で暗い路地入ってったんですよ。超怖かったけど。そう、そういうことなの。暗い路地入っていったりとかしたいの。したくなっちゃうの、すぐに。ね、山散歩ね。山散歩したいっすよ。でもこの規模でやってもダメなんですよ、今。ダメなの。お散歩配信者として生きていくならいいよ。もう毎日ね。それを恒常的にやっていくならいいけどね。そういうわけにはいかないからね。いつしかバリエーションもなくなるだろうし。やっぱりゲームっていうところはね、絶対捨てられないからね。捨てちゃダメだからね。どうしようもなくなったらしょうがないんだよ。台湾のロビーで話しかけられた。いや、美味しんぼおじさん、まあ、需要あるよね、多分ね。面白そうだよね。配信美味しんぼおじさん。今日はここの、店の配信してみたいと思います。入ってってさ。おー、ご主人どうもって言って入ってって、こう、取って帰っていくみたいな。いやー、ここの、あれだね、つって。でも、いい宣伝にもなるんじゃないかな。すごい人がやれば。マジでうまい店はね、あれだよ、なんだろう、予約制にしてるとこだと、写真は OK だけど、あれはダメってなるね。店主を写しちゃダメだし、外にアップロードはダメみたいな。あったかな。そうなんだ。ラーメンは嫌だな。死にそう、俺が。俺が死んじゃいそう。ラーメンやってたら。糖尿病になりそうじゃない？毎日ラーメン食ったら。絶対やばいっしょ。あー、でもね、グルメ系はね、多分ね、体に悪そうだよね。すごい。大変そう。ネタのために365日、高カロリーのもの食ったら、大変なことになりそうだわ。海外にもあるよ。そういう店はね。腰居酒屋に入ったら誰？ まあ普段はね、そう、まあガソリンね、確かに。ガソリンのなんかこう、なんだろう、テイスティングで、ここのガソリンはエネオスだなみたいなのをやってみてもいいかもね。これはエネオスのガソリンですね。まあ、エネオスぐらいしか出てこないんだけど、俺の頭の中にパッとね。コスモスだっけ？コスモ石油。誰って言われ、
まあでも分かるその空気感ね。なんだろう、ちょっと田舎町のバーとかって最初入った時ん？みたいな顔されるでしょ。ん？みたいな、なんかこう常連だけがわちゃわちゃやってて、夜入ったらん？って顔されて、いやー初めてなんですよねっていうところから始まるっていうのはあるんじゃないですか。割とある流れだと思う。軽油は低カロリー何？低カロリーってどういうこと？低カロリーだから何なの？マジでカロリー気にしてる場合じゃないじゃん、どう考えても。低カロリーだからどうしたんだよっていうレベルだよね、本当に。本当に強くそう思うんだけど。まあそういうこともね、やってみたいけどな。ガソリン飲んでみたみたいな、ガソリン飲んで火つけてみたみたいなね。俺は何を言ってるんだ。これが真の炎上商法だって言いながら、こう配信でガソリン飲んで火つけるんでしょ、自分に。炎上、最後に炎上して終わるって、うん、爆発だーって、うん、某戦国武将のように爆発するんですよ。さあ3000体打ったら、まずはあれだな、野菜ジュース飲むか。あれ、しゃがめない。よし、しゃがめんだ。よし、終わった。やった、ホットのタイムだ。アラサーでドキュンな子供みたいなことしてるよ、お父さんみたい。やばいでしょ。よーし、やるぞ。こっからが本番だ。配信始めます。やば、5万人ぐらい見てる。4万人か、すごいな。ホットな、果たして今日は1000人を超えることができるのか。ホットなチャレンジ、今始まります。建築日誌、現在交渉100勝まで行きたいな。フォート山田キレラソロさん、100勝ありがとうございます。確定申告していきます。この後も頑張ってください。あ、そうですね、確定申告皆さんお忘れなく、お忘れなきようどうか。